ね、ここの上を何段か積んだらもう釜詰め終わりで、置いて終わったらここにレンガが積んで、これで、手のひらに残る君は今どこで誰を見てる。ビートの青に伝う一粒の視線消えた。温度を上げていくっていうのは、分からないことがあるからかもしれないけど、緊張するし、とっても興奮します、ね、高揚感が全然他のカモオタクのと違って、まあ最後はもうこれ以上のことはできないというところで終わるので、結果はしょうがないかなっていうふうに思えるような仕事なので充実感があるかな。準備しようかな。それわかんないんだけど、でもその器作りには器感っていうのがあると思う。それはなんか、それは使える器を作れるか、使えるけど使えない、手のいかない器ってあるじゃないですか、その手のいく器を作れる感、それは僕は持ってるつもりなんですよ。うちの食器棚にもいっぱい器はあるけれども、やっぱりとても機能的なものなんだけど、もう絶対手がいかないものってやっぱりあって、それはなんか器感のない器っていうか、それはあの僕は絶対的なものがあると思う。まあいい器に通じる話なんだろうけど、やっぱり僕も若い頃こう美術とか音楽とか、まあジャンル分けするのはおかしいけど陶芸とかに、やっぱり会えたことでこう、救われたというか、こういうことで生きていけるんだなみたいなことが自分の中で起こったんで、まあ僕もそういうことが起きるようなものが
器で作れたらなと、それが作ることの意味だと思うんですよ、僕は。だそれは別に陶芸だろうが音楽だろうが映像だろうが、どんな素材でもどんなジャンルでも僕は同じだと思います。だから、開会式で展覧会するときに、そういうことが物に出会った人が物に出会った人の中にそういうことが起こってくれるといいなと。だから村上さんの中にもそういうことが起こってくれるといいな。